We are team ハワイから熱いだろう。バカバカマリさん、あなたとコンビニファミリーマート不満神経衰弱やっていきたいと思います。こちらにたくさんの不満がございます。今回はアミカに全ての不満を集めていただきました。はい、ペアを揃えるわけじゃないですか。はい、そのペアが誰が書いたかは重要ではなく、誰に対する不満なのかを当てないといけない。まあそうやね。じゃあメンバーの誰かはそれを思ってるよっていうことなんだ。そういうことです。それで当てることができればその人が縛られます。もし万が一その人に対する不満ではなければ、指名した人が怒られる。怖い。混ぜていきましょう。はいはい、まずはお前に。じゃあもう順番的に天音さんからいきましょうか。一番って嫌やな。あれせい、トイレ行っておしっこなら分かるけど、大きい方は全部取り出しめて。分かるの。大体分かる。大体分かる。大体上がるぞ。えい、昔は慕ってくれてたのに最近生意気というか僕のこと舐めてます。怖っ。怖っ。怖っ。誰そんな思ってんの。いきます。せい、最近クールキャラ崩れてるのが嫌がるのやめて。そう。え、クールキャラ崩れてるの。クールキャラ崩れてるの。せい、かまってちゃんか知らんけど、毎回すれ違った時体のどこか殴るのやめて。あ、これはわかるわな。わかるわ。全然わかるへん。多すぎて覚えられへん。頼み事がある時、声と顔を変えないでください。おあざと。いや、怖い。あざとさで言うことな。何々お願いみたいな。人の顔色を伺って意見変えるのやめます。長いな。なんか重い荷物とかめんどくさいことあったら無言で目合わせてくるの。なんでもう何も言わなくても分かるときあるわ。うわぁ。持ってきて触るってことよな。いきます。文章長。え、ちょっと怖いんだけど。あ、未だにネタで怒ってるのかガチで怒ってるのか分かんない。はい、もうこれ誰が誰に書いたかもお前分かるかもしれない。急に猫かぶる。あん、え、色変わるから怖いんだけど。誰も当てんといてくれ。下場でいきましょう。はい、はい、たまに口悪いぞ。俺常に悪いもん。怖い、怖いな。昔はしちゃってくれたのに、最近生意気になって僕のこと舐めて。これ自分に近くにあったな。これ分かったかも。ここか。ちゃうわ。あ、トイレボーイ。トイレボーイ。バル大ボーイ。ガンビラキボーイ。端っこ行く。ダン。やってる感じだけ出して評価されるんだよ。厳しい。鬼厳しい。これこれアミカ言ったらメンタル終わるじゃん。多分終わると思う。せい、かまってちゃん。あ、かまってか、かまってちゃん。あ、トイレダイ。あ、ダイ。あ、ダイ。え、でもこれ違う。文字が違う。トイレするとき扉を閉めてください。僕に大きい方。あ、でも違う。なんか本当やな。嫌やと思ってる人は。そう、嫌ですか。2人はどれだよ。2個目の本番やな。同じ内容やけど。どれやった。いや、でもそこら辺やった。確かに。あ、OK。 おー、かまってちゃんか知らんけど、毎回すれ違ったとき体のどこか殴るのやめて。あれ、はい、これちょっとある。これがもし MC に対する不満の場合はしばかれるんですけど、これが MC じゃなかった場合僕がしばかれます。なるほど。偏見として。かまってちゃんか知らんけど、毎回すれ違った時体のどこか殴るのやめて。これは MC の不満です。よっしゃー。あ、出た。なんか重い荷物。敬語じゃないっていうところだね。ちょっともう何かやられてる。いや、俺こう。あ、誰やこんなおもろい買い方できんの。ふわ、いきます。頼み事があるとき声と顔を変えないでください。おお、さっき出たよ。わざとやつだった。わざとやつあったよ。片付けとか手伝ってください。はい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 、そうです。はい、男子分で特にヘコキ詐欺心配に臭いからやめてくれ。
どうしようもそれで、はい、ネタですぐ人のせいにするのやめなさい。おい、これは心当たりあるんだよ。人のせいにする、ネタで人のせいにする、たまにボソって言うのやめた。うわめくった、どこがめくったの忘れたい。おい、あったぞ。わからんかったな。おぉ、クールキャラ近め、近めよ、クールキャラ近め。俺じゃなかったっけ。あっ、あっ、これや、アラマ、これや、アラマ、アラマ。おい、4分の3女子含めたらまあいろいろやっぱ出てくる。初知り、あの男子軍の中だけだったらダントツで、え、男子軍で特に、こきすぎ、シンプルに臭いからやめてくれ。こちら、こたつくんです。いやー、さあー、さあ、これが2年の恨みじゃ。生理現象なんで、やらない、やらない、やらせてください。これ今、コラボ相手の前にブリッ、え、待って、待って、待って、ブリッパー、やばい、吐きそうかぶってんのかな。こことかやってなさそう。コンビニに行くときは一声かけてください。え、まだ可愛い、可愛いもんな。あ、違う、え、自分が悪いと思ってないのに謝るな。それなんかアドバイスよな。あ、お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 、すごい、すごい、そのまんまやん、超タイムリー。えぇー、クソみじゃないのかな。え、俺そんなそこ謝るの。あれ、そんなそこ謝るから。じゃあ行きます。あ、すいませんです。もう出てる、もう出てる。これは、あまり作への不満ではありません。あら、え、違うの、俺じゃないのってことは、若々しくて、そういうことや、すぐ謝ると思ってごめんなさい。やってる感じ。俺やばい。これ猫じゃん。お、なんか今来た。あ、昔は慕ってくれてたのに。僕のこと舐めてます。そう、生意気っていうのは僕のこと舐めてます。せい。やっ、あ、やってる。わー、ここや、これや。おー、あ、いやいや、いやいや、これも。これと、一番向こうひっくり返して。やってる感じ出して評価されるのやめて。これいく今。いや。ごめん、エムシー。エムシー。やってる感じだけ出して評価されるのやめて。こちらは MC への不満ではありません。やった、やった、やった。ってことはエンちゃん。これは自らしばかりに行きます。フェッションでやってます。ごめんなさい、申し訳ございませんでした。本当にすいません、すいません。マニー、マジか。あれ、それ言っておしっこならわかるけどさ、大きい方はせめて扉閉めて。な、な、これ、これ、データ何回なくす。やばい、誰だよ。ゾッとした。汗かく、汗かく。せい、一生減らん。コラボになると猫かぶるのあんまり嫌や。あったった、俺も当てたのに。あった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 。この辺に掘った気がする。あ、たまに靴ある。あリーダー、ん、ん、あ、自分のことになると急に優先順位を逆転して向きになるのやめて。いやー、何それ、ちょっとやめよう。怖い、やめよう。あ、え、あ、そういうことか、リーダー。言います。たまにあげるってこと。企画会議の時生きてる。あ、生きてる、生きてる。ちょっと当てにいっていい？ OK。 おぉ、 MC はもう1個出てんねんな。昔出てんな。じゃあ1回エンちゃん行ってみましょうか。はい、どうぞ。で、コラボになると急に猫かぶるのあれ何？これはエンちゃんへの不満です。イエイ。おぉ、
って。よいしょ。はい、ドン。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。ありがとう。ありがとう。コンビニ行くときは一声かけてください。これは MC への不満です。よいしょ。今日ちゃんと反省することができるとこれが大事ですから。大事大事。追加の声かけます。はい。よいしょ。とりあえず1個当てます。はい、お願いします。俺が家やから。ちょっとこれこれて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 れほらふい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 2つ和田くんへの不満です。すいません。あえて近くない。わざわざゲームでマウント取るな。あれ、あ、これ近い、これ近いぞ。とりあえず、とりあえず揃えたよ。あ、ちょ、一回あってわかんないけど、いきます。これね。ああ、お、これね。あ、わざわざゲームでマウント取るな。ゲームってやっぱスポーツマンシップみたいなの大事だから。いやいや、いや、俺じゃないよ。俺、タロシャの方じゃないよ。それでもお前、タロシャめっちゃ笑えるけどな。いや、分かんない。わざわざゲームでマウントを取るな。タロシャです。アミカ、アミカ、俺が代わりにしばくごめんなさい。もういけるやん。ほんまにちょっとかわいそうだけど、ちょっとバカにされてそうなんで、あまりだ。よく考えて行動しましょう。こちら、名乗り座くんへの不満です。これからよく考えて行動します。すいませんでした。舐めてる。あ、舐めてるな。これめっちゃ気になるな。僕のこと舐めてます。若葉くんです。最近生意気になってきてさ。はい、はい、よいしょ。はい、ちょ、俺こっから巻き返していいですか。もう今度こそ巻き返します。いいな、よいしょ、よいしょ。はい、しょうがないんですよ。そう、シンデレラタイムはしょうがない。すいません、じゃあすいません。こちら、えんちゃんへの不満です。ごめんなさい。それでもね、頑張ってくれるのがありがたいんで。そうなんですよ、それやと思う。それと、はい、未だにこれで、はい、もう犯人分かってならなかった。ネタで怒ってるのかガチで怒ってるのかわからない時があるから怖いです。タロシャです。あ、しかもこたつじゃん、ね、リーダーとして、うん、そこは頑張って直していきましょう、うん、あー、はい、あー、ごめんなさい、本当に。確かに、あんまりみんなここら辺触ってない。確かに、確かに。せめて扉閉めてや。こたつくんです。すいません。自分のことになってる感じ。あ、そう。おお、分からん。これ、これ私もう一瞬で。それ結構ガチで性格悪い。自分のことになって急に優先順位が。俺か。俺だ。自分のことになると。急に優先順位が逆転して向きになるのをやめて。これ誰なの。こちら、タロシャへの不満あです。あ、俺か。ごめんなさい。うわ、自分でこれ、これ刺されたら性格悪いなって。俺だった。どんどん行こう。トイレするときかけ
扉を閉めてるトゲです。きた、さあ、さあ、トイレ、これもでも、これもう鍵じゃないね。俺ちょトイレするとき扉を閉めてください。特に大きいトキ、こたつくんです。2票目全く内容で2票、きついな。嬉しい。せい、お、口悪いぞ。えい、わかんない。お前これ自覚あるわ。でもおい、たまに口悪いぞ。こちら若葉くんへの不満です。あー本当にさせて。オッケー、ゴー。 MC 無双や。あ、これわかんない。メモだ。メモ、大体でいこう。もう無双しさやな、最後の人が。メモ、おー、やばー、すごいっす。 MC 無双入っとるよ。 MC 無双、僕ですか。はい、すいません。これもしかしたら MC 書いた。あがり坂への不満です。おお。いや、これもちょっとバカにされてる。あ、それは書いてない。はい、しっかりメモさせていただきます。すいませんでした。行きましょう。せい、手が高い、生きてる。ちょっと待って、これよし、お前や。お前や。僕は何回もデータをなくしてます。すいませんでした。本当にすいませんでした。ちょっと待ってですね。うん、はい、はい、企画会議、僕たちミーティングするんですけど、はい、あの同じとガサガサしてる気が分かるの。この時、生きてるのかどうか分からない人約2名いるんですけど、まあ、おそらくその中で一番心拍数の低い、企画会議の時生きてる。こちら、MC の不満です。なーい。じゃあ太郎、あと4つ。はい、いってや。これはいけるでしょう。はい、ちょっと70とか言うのがまた聞いてない。直して、うん、人70って言いながら全く聞いてないの。直して、これ絶対こたつ。こたつくんです。おりゃー、すいません。けじめつけます、終わらせます。はい、これ何だっけ。せーの、ダウン。ブラボーマン、ブリッコえんちゃん。いいよ。ブラボーアイドルの前でブリッコするのやめてください。こちら、えんちゃんへの不満です。お待たせしました。はーい。お前ら覚えとけよ。でもみんなこれ、はい、逆を返せばこれが当てられるってことは、それだけメンバーのことが分かってるってことですから。そう、そう、この企画をできるのマジ吠えてくらいしかいない。そうです、そうです。だけどね、もう今後僕たちは一生やっていくね、チームなんで、もう僕たちはね、こんな不満じゃ分かれませんと。はい、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。はい、それでは第2回戦、またいつか、バイバーイ。今日も動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらチャンネル登録ポチッとな。それでは明日の方へと、こちら。もしもし、お疲れです。ごめん、いきなり。ディズニーしてどうしました。家入れんくなってん。え、人がおる気配がしてさ。